駿台甲府中学校の将棋チームは、先月行われた文部科学大臣杯第18回小中学校将棋団体戦の決勝大会で全国の強豪校を撃破し、県勢初優勝を成し遂げました。嬉しいっていうのと、あとは本当に信じられないなっていう気持ちでいっぱいでした。メンバーは今村明さん3年生と、アルガ・シューワさん、安田ゆかりさんの2年生2人です。そうですね、まあ、大会中苦戦を強いられる場面では、リーダーの今村さんが積極的にアルガさん、安田さんに声掛けしたことで、チームが一つにまとまったといいます。目の前の相手に勝てばいいよっていうのもあるし、大丈夫でしょみたいな軽い感じがリラックスにつながったのかなと。やっぱりなんか将棋の面でも、やっぱりもうアキラ君がいれば大体一生できるから、あと2人でなんとか頑張って1回勝てばいいみたいな雰囲気にはなってたんで、信頼は厚かったですね。そんな3人の共通点は、幼少期から将棋の腕を磨く将棋クラブ山梨将棋どころ。師範の杉野忠夫さんは3人について、長年修練して身につけた居飛車戦法による積極的な攻めが勝利につながったと分析します。3人ともが6年以上通っている生徒ということで、長年の成果が出て非常に良かったと思っています。攻撃的な姿勢で3人とも6回戦を戦ってくれたのが印象的でした。飛車を終盤まで動かさず、相手の指し手はお構いなしで攻め続ける居飛車戦法。特にこの戦法を得意とし、リスクを恐れず駒を進める今村さん。後輩たちにとっては憧れの存在です。理由なんだよな。まあ、自分も終盤が弱い方ではあるんですけど、終盤がクソ強くて、もうめちゃくちゃ強くて気にならないぐらい強いので、序盤でちょっと良くなっても負けちゃうので。そんな今村さん、実は学校ではハンドボール部に所属。ハンドボールをやることが対局へいい影響を与えるといいます。対局の前にもストレッチをしたりとかしてるので、ハンドボールはそうですね、結構自分のいい味方というか。3人は将棋の楽しさについて、必勝法がないことだと言います。答えがないっていうのが本当に奥深いなというのを思います。考えるのがワクワクするのがいいところだな。そうですね、必勝法がないっていうところが、まあ、一番ですかね。努力は最小限、成果は最大限、そんな効率性を求めがちな現代の世相。そんな時代に81マスの盤面に広がる無限の可能性の中から、勝利への一手を追求し続ける駿台甲府中学校将棋チーム。また今から高校の大会もありますし、あとは大人も交えた大会もあるので、そういうところでまずはしっかり上位に食い込んで、まあ、全国優勝を果たしたいなと思います。まだ見ぬ至高の棋譜を目指し、3人の研鑽の日々は続きます。